トカチ毎日新聞は日本の新聞。北海道トカチ管内中央部の帯広市に本社を屋十章毎日新聞社が帯広、トカチ管内に向けて新聞を発行している。相性は勝ちごと。発行部数は77,393部。全国郷土市連合加盟。帯広市を中心としたトカチ管内では、 普及率が高く、同館内での発行部数と、市場占有率では、北海道うちで7割のシェアを持つとされる、北海道新聞を上回る。多種と違い紙面に社説が存在しない。都価地方の基幹産業である、農業関連の記事が多い。大事のアザモンにも地元の主要農産物である小豆と、天才。 サイロの絵柄が1962年以来使われて、北が創刊記念日の2009年9月27日付紙面からサイロの部分を牛に変更した。初代社長の林豊スによる創業以来、十勝毎日新聞医者グループ各社は、十勝毎日新聞をはじめとした観光など様々な企業活動をしていることから、十勝管内の地域経済に強い影響を持っている。 地元メディア、帯広シティケーブル、FM 帯広、並びに、函館地区で発行する、地方新聞函館新聞を参加に持つほか、北海道ホテル、十勝川温泉の第一ホテル、一時産業を飲食から応援するダイニングエル十勝農園、森林造成事業として、十勝千年の森なども運営している。毎年夏には勝ちごと花火大会を主催している。 全国紙との提携としては、朝日新聞の有料電子版である、朝日新聞デジタルのダブルコースの申し込みが可能である。また、夕刊のみの発刊のため夜間に臨天気を使用しないことから、朝日新聞、読売新聞、西京新聞など、直接競合しない他紙の自宅印刷も実施している。なお、毎日新聞社とは一切資本関係はない。ちなみに2004年、 2005年には毎日新聞社などと合同で世界ラリー選手権のラリージャパンを主催していた。また、朝日新聞、テレビ朝日系列の北海道テレビ放送と提携している。さらに FM ノースウェーブの第2位株主でもある。1995年10月より記事に記者名を併記する署名記事を原則化した。テレビ CM は 全国規模の CM コンクールでの入賞も多い。グループ企業を含めた歴史については写真を参照。当日夕方から夜間と翌日分と合わせた1日、半分の番組表を掲載している。テレビ北海道が2011年11月に帯広送信書を開局し、都価地管内の一部で放送を開始する以前から、帯広シティケーブルテレビでの再配信が行われたことから、 番組表を載せていた。TVH は、しほろ町、上志しほろ町、大気町、あしょろ町、陸別町を除く十価管内で、アナログ放送を遠距離受信できる世帯があったが、デジタル放送においては、物理チャンネルの重複による事情から、アナログ放送視聴不可能だった5町に加え、中札内村、さらべつ村、広尾町、本別町、 浦幌町でも市長不可能になっているほか、それ以外の都価地管内の市町村でも受信可能世帯が減少していた。ただし、戦術の通り2011年11月に帯広送信所がデジタル新局として開局することが決まっており、10月24日に試験放送を開始したため、一部地域を除きデジタルでの難視聴が解消された。FM ジャガと HBC ラジオの帯広、釧路局エリア向けに同時放送で毎週月から金曜の12時30分12時34分の勝ち前ヘッドラインニュースの地域情報番組を提供。ありがとうございます。